かまめ体操解説編です。息を止めないように呼吸をしながら体を動かしましょう。安定した椅子を準備しましょう。基本姿勢です。床に足がつくように座りましょう。背もたれにもたれず、背中を伸ばしましょう。リラックスして腕を 上に伸ばします背伸びをする要領です体全体をほぐします首の柔軟性を高めます左右向き左右倒し左右の回転です特に回転の時には一度おへそを見て回します 口を軽く閉じて、奥歯も軽く閉じて、ゆっくり行います。左右の手を合わせて押し合います。指も押し合います。今度は引っ張ります。腕の筋肉の維持、強化につながります。胸の前でグーをします。 上、横、前、下へと肩の周り、胸の筋肉をしっかりと動かします。肘を曲げて胸を開きます。肩の周りの筋肉や胸の筋肉を伸ばしたり縮めたりします。手を頭の後ろで組んで体をねじります。しっかりと体幹の筋肉をねじります。足を組んで横にひねります。 股関節や体幹の筋肉を同時にねじります。お腹に力を入れて、手で膝を押しながら、全身をゆっくり曲げます。腹筋運動です。足踏みをします。しっかりと腕を振って、腿を高く上げます。骨盤の中、お腹の筋肉を鍛えることもできます。膝を伸ばしながら、 つま先をしっかりと上げます。腿の前の筋肉を鍛えます。左右の膝で握りこぶしを挟んでつぶすように押し合います。腿の筋肉を鍛えます。尿失禁予防には効果的です。体を前に倒してお尻を持ち上げ、また椅子に戻します。腿の前の筋肉を鍛えます。 つま先を地面につけたままかかとを上げます。ふくらはぎの筋肉を使います。かかとを地面につけたままつま先を上げます。すねの筋肉を使います。足首の柔軟性を高めます。足の指を結んでグー。足の指を開いてパー。指の動きを改善します。バランス、指示、転倒予防には効果的です。 大きな円を描くように足首を回します。足首の柔軟性を高め、念座予防や転倒予防に効果的です。大きく息を吸って、ゆっくり吐く、深呼吸です。体操の疲れを軽減します。